YouTube アイムです。今回は The Sims 4オカルト世帯をやっていきたいなと思います。やばい、もうねサリーちゃんがね我慢できなくて噛んじゃいましたね。マッドもこの表情ですね。もう噛んじゃってるよ。もうね血がもう欲しくて欲しくてもうたまらなかったんですよ、サリーちゃんは。そして血をいただくっていう。人に見られてるけどね。めっちゃ。見たこれ。めっちゃ噛むやん。いやもう今日デートしようかなって思ってたのに。もう。いやこの満足げな顔。はい、もう。体力切れましたね。そして、サリーちゃんは棺に行く、みたいな。なんだい？ちょっとね、マッドがですね、目覚めるまでちょっと待ちたいなと思います。多分ですね、もうすぐ目覚めると思うんですけれども、目覚めましたね。寝ていただきましょう。サリーちゃんの本がめちゃくちゃここに散乱してる。直そう。お、イエスミ。デート行きたいですね。満足げな感じ。レストランにデート行こうかなと思うんですけれども、やっぱね、男性の方からデートに誘いたい。ということで、誘っていこうかなと思います。もう、あんなことなかったかのように。ね。いいですね。来ましたーん。レストラン。席に案内していただきましょう。こういう人おしゃれですね、髪型。髪型おしゃれだぞ。来た。ヤオミシ。アズベウク。お。クリンバオ、ドゥンバ。こちらへどうぞ、みたいな。こんな洋服選んだのかな、覚えてない。チョンクビーシャブシュークヌミ。あ、こんな感じで座って食べる感じね。注文お願いしていきましょう。デートなんでね。ブラッディジェーンと、あとどうしようか。どうしようかな。ビールにしようかな。でもビールってほら、いつでも飲めるからこれにして、どれにしようかな。あ、ブラッドフルーツサラダと、あと、何食べる？何食べる？チェケンブリトーもいいですよね。ブリトーとかよりも、サモサ、サモサ。え、どうしよう、めっちゃ悩むんだけど。これでいっか。えい。デートの相手と交流するってあるんですけど、の、どこ行くの？恋愛、口説き文句。セクシーポーズしていこう。隣が騒がしい。深い会話をするってありますね。深い会話ってなんだろうな。ちょっと待って、シムの声うるさくないか、これ。ちょっと待ってね。これの、ああ、でも、そうでも、よくわかんないけど。深い話ってどれ？間違えた。深い話。深い話ってどこ？深い話。あるわ。深い話を2回する。あった。ラミナ・ガルパ・ワティニ。パーシップ・ニーブ。ノーレッツ。交流するってなんだろうな。
Sugar Blue. とりあえず恋愛しとけばいい。Whippersu Plingo. 惹かれてることも打ち明けてて、外見も褒めてて、めっちゃうるさいよ、シムの声。くどき文句も言ってって。愛の詩も朗読してく？あ、来ましたね。あ、ちょっと待って、ブラッティジェ何も入ってないけど、なんか、ちょっとバグですかね。ビブバワ？イエフ。うるさいって。ピルプン・ラザヤ。ははは、グラシャ。人間関係の修復を手伝うとかありますね。なんかあったの？交際とか申し込めますね。申し込んでみますか？まだ早いかな。まだ早いか。ファーストキスとかいいなあ。一口食べさせるとかある。一口食べさせるとかある。やばっさーにね、一口だね、一口食べさせるとかあるよ。やってよーって。いつやるの？長いな。一口食べさせる。どうなるんだろう。あら、ちょっと。おー、ドアップでお送りいたします。おー、そんな感じなんだ。いいですね。どこ行くの？なんでギター弾きに行くのよ。いいよ、食べて。さすがにね、これはね、ちょっとヴァンパイア用だ、ちょい、ヴァンパイア用のね、サラダなので、食べさせられないけど。バラとか。はるか昔に失われた愛と比べる？交際とかも、行っちゃう？いいな？エプサ？交際とかしちゃう？交際しちゃう？やっぱね、ファーストチッスはもうちょっと違うとこでしたよね。やった！付き合ったよ。多分付き合いましたね。ガールフレンドになりましたね。ゼナホイ？血とか吸わしてくれないのかな。ちょっと吸わしてほしいな。ちょっとやってみますか。あ、できないな。あ、ブラッド飲んだばっかりだからできないですね。こん、なんかギターを弾き始めましたね。バラとか差し出していこうかな。どんどん、茂みでそんなことできるの？手繋いだりとか、愛情表現をしていこうかな。いいですね。あ、愛の日終了しちゃった。何それ。食事について交流するっていうのがよくわかんないですね。食べ物について話し合うってありますね。なんだろうな、食べ物について話し合うって。食べ物について話し合う。食べ物について話し合う。食べ物について話し合うってどれだい？よくわかんない。帰ろう？もう終わろう？早めに終了したいと思います。じゃあ、支払いをして帰りたいなと思います。ああ。
新たな悩み、自意識過剰になっちゃったよ。いや、自意識過剰はね、めんどくさいんですよ、この特質。鏡をね、見ないとね、ちょっと落ち着かないってやつ。サリーちゃんはね、ずーっと、とりあえず釣りしてもらいましょう。なんかめっちゃ家散らかってるけど、なんでこんな散らかってるのてー。片付けていきたいなと思います。トイレもして。楽しさどうしよう。あ、ブログ書けばいいのか。キャリア、ブログ、キャリア、ブログ。キャリア、ブログ、キャリア、ブログ。サリちゃんはめちゃくちゃ釣り。ちょっと早送りでちょっとしていこう。ね、サリちゃんは、ヴァンパイア、グランドマスター、次グランドマスター。次でマックス的な感じですね。あ、違うか。そうでもなかった。え、次がマックスか。あ、なんか部品手に入れましたね。全然魚釣れないじゃん。もう焦げちゃうよ、サリちゃん。サリちゃん、釣れた。家帰る？あ、そうだ。出かけよう。ホットパックみたいなの間違えた。あれ取りに行こう。まあ、多分身がもうなってると思うんですよね。来ましたと。まだ身なってないんだけど、身なってるのかと思ったのになってないですね。もうついでなんで、魚釣りますか。釣りをする。で、サリーちゃんをここに連れてきて、マットが今度出かける番みたいな。はい。ここに移動する。来ましたー。ほうきに乗ってきましたー。こっちの方がなんかかっけえ。この人とかにですね、薬のレシピとかも教えてもらったりとか、と魔法も教えてほしい。さあ、教えてくれるか。え？仲良くならないとダメだよ、みたいな。じゃあ、わかった。雲眺めよ、雲。あれ、雲眺めてくれない。なんで？星を眺めてもらうみたいな感じになった。来ました。星を一緒にね、眺めていきたいなと思います。2回ぐらい眺めれば、早いな、終わるの。いやいやいや、星眺めよ？ね、星眺めよ？なんかもうちょっと関係築いてこう。なんか、そんな、拒否みたいなのやめて。やめちゃー。え、なんかバグってるんちょっと、なに？チーブワンベ？あ、ドーナ。あ、いいわ。そろそろ教えてよ、くすびの、くすび、薬のレシピとか。もういいでしょ。あ、やった！なんか教えてもらったよ。薬。幸運の薬を教えていただきましたね。なんだろう。なんか呪文を、あ、磨いて、まだ今のあれは覚えられないんだ。この人とは星見るんかーいて。この人とは星見るかーいてー。どこ？星。もう一回、ちょっと、もう一回ぐらい、ちょっとね、二回ぐらい。じゃ早くしまーす。エントリブ。おー、教えてもらった。いいですね。なんかね、アイムが欲しい薬のやつ、これ、フローの薬が欲しいんですよね。
あの、年取らないみたいな。使ってみたいなっていう。だってサリーちゃんほら、ね、ヴァンパイアだからね、年取らないじゃないですか。まあ、取るんかもしれんけど。だから、僕も、年を取りたくないみたいな。永遠の若さを追求していきたい。友好的な自己紹介、したはずなのにできてなかった。意外に美人。どんどんね、仲良くなっていきたいなと思います。いたずら魔法の人。あ、やった!薬を教えてもらいました。ええー、ですね。この調子でどんどんね、薬を。一日おきに来たら教えてもらえるのかな。ガファ。また来よう。なんか一番ゾーイと、あ、でもそんなことない。シメオンが一番仲いいのかな。あ、なんか教えてもらってる。お、相思相愛っていう魔法を教えてもらいましたね。泥棒とかあるよ。カメラアングル毎回思うけど。はい、今回はですね、切りがいいのでここまでにしたいなと思います。次回をお楽しみに。この動画が良かったらチャンネル登録、グッドボタンぜひお願いします。じゃ、またねー。